はいえー、毎日新聞の久保でございます。毎日新聞というかね、YouTube 新聞といいますか、毎日ご覧いただきましてありがとうございます。えー、ご無沙汰になりましたね。またご一緒したいと思いますが、あ千葉の方の情報をお寄せいただきましてありがとうございました。私もね、ものすごい大変なことになってるなと。そしてこれをね、なんでね朝7時とか8時の報道でテレビ、えー、伝えてくれないのかなと思います。私は情報を取りに行けるからいいですよ。でも新聞や テレビじゃないと情報が取れない方これが大部分なんですよまだねそういう方に対して今この国で何が起きていて何が必要なのかそしてどういう風うな我々は備えをしていけばいいのかってことをねやっぱりね伝えていってほしいなと思うんですようん、まあでもそこはね えー、他のメディアに期待することであり私は私でできることをする時にその速果塾のメンバーさんにね呼びかけることによって情報を集めて何ができるかってことを考えそしてそれを実行することこの繰り返しかなと思いますんで今回情報提供ありがとうございました、えー、皆さんにもお伝えしますけどもえー、とね水電気ガス全滅ということで千葉から。 情報が送られてきてきおります千葉全域ではないにしてもそういうふうにね困ってらっしゃる方とか一刻も早く復旧しよううととと思っっててて出勤してらっしらゃるる方がいるということで私は感じておりますよくね災害が起きたら何で真面目にみんな電車乗ってタクシー乗って会社に行くんだとか言ってねこんな時ぐらい休めばいいのにっていう人いますけども災害が起きた時だからこそ復旧作業とかインフラとかねライフラインとか食,食料の流通とかに行かなくてはならない人が大半だということを忘れてるんですよ。 休んでもいい職業あると思いますよ。でも皆さんがそれぞれやらなければ誰かが困ると思うから動いてると思うんですよ。だからそこに対してね災害の時ぐらい休めばいいのにバカだなとかね。 それはないいだろうと思いますよね私はこういう風な立場だから余計思いますけども私なんて最たるもんですよ多くの方が食品を流通させてくれたりとか電気のね復旧作業してくれたりとか水道をつないでくれるから私はこうやってやられるあの生きてられますけどもそうでなかったら本当にね大変ですよだからお互い様々でこの世の中できてると思いますんで誰一人誰かをバカにできることなんてないという風に私は感じますよねはいメッセージありがとうございました